さん面白いこと言ってください。いつ今今撮ったんですか。今撮ってます。なんかちょっとまあ僕やっぱり水曜どうでしょうのが大好きなんでちょっとこう水曜どうでしょう面白いこと言ってくださいって一番きついやつですね。藤村くん藤村さんと嬉野さんだけど何でしたっけ、山にこもってはいはいはい、あの山小屋作った山小屋にずっといるっていう、あれずっと見てたんですけどすっごい泣けましたね。あれ鳥とね、なんかこう 近づいたりそう うまくいかなかったり、餌台を作っておびき寄せて人間のエゴだとかって言ったりとかして6年前に大ジャパンでこうあの辺のホテルに泊まったような気がする。そう あのもうなくなりました。あ、えさ、あの新四日市ホテルはあの1階にコンビニがあってみたいな、1階コンビニコンビニがあったんじゃなかったかな。窓のない部屋でしたでしょ、多分そうだったような気がする。新四日市ホテル、このそうですそうです、新四日市ホテルもうないんですね。ないんですよ。で窓だからホテルから抜け出してちょっと入ってあの商店街歩いてたんだな。そっか、あの商店街のことだったのか。そうだと思いますよ。夜だったと思うんで。そっかそっか、全然多分雰囲気違いますからね。全然違ってましたね。なかなかでも客観的に見ないので自分が住んでる街はね。あ、でこうやってご案内すると結構喜んでくれるっていうか新鮮な驚きをしていただける人が多いんで、その米跡のある町ってそのね、日本全国そうそうあるわけではないので、まあ面白いっちゃ面白いかもわかんないですね。あれ池田さん鉄道は全く興味ないですよね。もう興味ないことはないんですが、あのあまり詳しくないですね。この貨物船が多いんですよ、一番その米跡があるんで。でその貨物船の、海へ渡る陸橋があるんですけど、あれ倒れるやつ、船がそうです、通れるようにガッと上がるんですけど、上がる、あそれはね、もう日本ではここしかないって言われるぐらい。え、今も動いてるんですか。今も現役で使ってるんですけど、あれどこにある、港の方なんじゃっけ。急行なんで、今から行く方で、例えば こっち行ってもらえば見れると思いますよ。そういえば港ほとんど行かないもんな。こっちからずっと行くといい。そうあっちか。もともとはでもあれなんですよ、あのリゾート地なんですよ、ここ。そうなんですね。埋め立てする前、埋め立てする前はあの白浜の、松林であの保養所があったぐらいで、空気がきれいで海がきれい で名古屋から近くてっていう町だったんで、別荘があったりとか、要は海水浴場があって、海水浴場があって、それを埋め立てしてってコンビナートがダーッて。そう最近でも映画のロケとか多いですよ、これ。あ、横浜が OK 出ないんでこっちでやって。有名な映画のあの藤原竜也の藁の盾とかね。独特ですね、港町のこの感じ。今倉庫と倉庫と、あ、ここや、会長。結構大きな船も着くんですけどね。そこから入っちゃったかな。いや、いいですね。こういうところ。これが夜やと、ここが夜景で綺麗だっていう。船乗って来るんです。人間ってすごいなって思いますね。こういうの見ると。手に負えない。そう、明日行きます。あれこれ走っちゃうの。ちょっとほら、あ、これだ、これ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 、あ、これだ、これこれこれ、リンゴが、これで閉じて、これが上がってくる。そうなんです、これがね、すごいな。分かれてますもんね、真ん中の。そう、これ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 、へー、そっちも入れますよ。後ろ車来たんだ。綺麗だ、なんか綺麗だ。これじゃない、あれか。え、今上がってる、今上がってる。
強いですね、風。動いてるのかな。逆に、あの、多分その電車通るときしか閉じないんで、普段はあの状態 で、あ、で、これも上がるんですよ、きっと、ね、あそこまで行くのに。あ、そうですよね。え、これ本当ですか。これもこれ、そうですよ。 そこで操作するの。これだったら開いてますからね。開いてるでしょ。 あそこも、あっちも開いてる。ねえ、よかった、冬にロケしなくて。死にますね。どうですか、ご感想は。いやー、いや、びっくり。大したことが言えないっていう、ね、びっくりするぐらい薄いコメント。いや、なかなかこんな工場とか普段見ないですからね。まあ、そうでしょうね。ちょっとそれだけでもなんかね、ちょっと全然違う街に来たのは当たり前なんですけど。体育館ね、奥です。そこも使ってんですか。そこもうちで使いますよ。へー。なんで、ただ暑いんですよ。ああ、まあもちろん。クーラーがないんで、ちょっとあんまり向かないかな。実寸取ろうと思ったら、だからそこですね。ああ、元々、あの時計台も元々あったって。元からです、元からです。あの、外観は全然変わってないです。すごいおしゃれ。ミラーの数がバカ多いですよね。はい、椅子の数が4分の何倍かっていう感じですね。え、これも夜はあの宮浜向かい側でライトアップして、電車から宮浜向かい側バーンとライトアップされて、はい、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。四日市をちらっとこう港行ったりですね、今日は今最後にこの宮浜向かい側、はい、いよいよこちらの宮浜向かい側でワークショップが始まるということでございます。どうですか、この印象。可愛いですね。すごい。時計台も、時計台もね、なんか小学校じゃないみたいな感じで、これ練習は毎回こちら、こちらですね。そうです、はい、今回はもうここで制作をして、4分に持っていくっていう形ですね。はい、文化科が第2ホールで発表会がございますので、はいはい、気持ちが盛り上がってきましたね。盛り上がってきましたね。さあ、どんな方たちと出会えるのか。あ、そうかそうか。そういうことでございました。また、四日市来るたびにですね、はい、いろいろご案内させていただきますので、よろしくお願いします。今日は池田さんと特別4分散歩でございました。ありがとうございました。じゃあお待ちしてます。さあ、この動画はですね、面白いねと思ったらですね、チャンネル登録、いいね、お願いいたします。お願いいたします。どんどん増えてます。よろしくお願いします。